え、ちなみに、マッチングアプリとかって結構やられてます。あ、いや、結構、あ、はい、そうなんですね。まあでも、4ヶ月ぐらいとかですけど、ちょっといろいろこう、マッチングしたりしなかったり、なかなか難しくて。あ、そうなんだ。やっとなんか。あ、え、私初めてとかですか？あ、2回目とかですけど。はい、私正直、本当に始めたてぐらいで。え、でも、あれどうなんですか？何ですか？名前は。違うんですか？あ、本名です。ルイみたいな。本名がルイなんで、あ、なるほど。ルイにしてる感じです。ルイさんとかではなく、ルイちゃんっていう。違います。え、近いっすよね。24。23です。あ、20、あ、23の年です。あ、じゃあ僕1個多いっす。あ、何ですか？ごめんなさい。あ、救急車。あ、ちょっとごめんなさい。救急車ちょっと気になっちゃって。多いですもんね、東京。本当に。すいません。ごさんか。20、あ、そう。あ、え、ごめんなさい。で、年が。あ、全然、タメ口でもいいですし。24です。24の、あ、じゃあ、1個上ですね、私の。そうですね。え、お名前は、普通に本名ですか、はい、マッチングアプリの。はい。そうです。登録名。はい。え、なんでお呼びしたらいいですか？それ。え、そのままで大丈夫ですよ。え、大丈夫ですか？はい。え、普通に神谷さんとかで、全然。でもちょっと距離あるんで。あ、え、ごめんなさい。下の名前ってあれなんて読むんですか？神谷王です。あ、ええー、うわぁ、そうな、野球選手か。そう、ええー、そうなんですね。はい。へえー、え、じゃあ、え、王さんって呼ん、王さんって言ったら本当、あれですけど。まあそうですね。野球選手の王さんと、まあまあ、よく貞治みたいなね。言われますけど。逆だろう。ね。すごいですね。はい、すごい。え、じゃあ、王さんで、全然私はルイとかで大丈夫です。はい。すいません。ありがとうございます。チョイスです。へえー。あ、そっか。よかった。なんか、結構、年も近いし。そうですね。で、マッチングアプリもまだあんまり。だった。なんか初めてだったんですごい緊張してて。そうですよね。はい。で、最初からなんか、お酒好きってのはあったんですけど、最初から居酒屋って、なんかちょっと、正直構えるっていうか。ああ、でも、カフェとかの方が良かったんですかね。あ、いや、でも全然私も大好きなんで。それがマッチングできない理由かもしれないですね。あ、もう最初から居酒屋にみたいな。お酒好きで、どうしてもこの、お酒飲める人と、あそうなんですね、ちょうどお酒の趣味の部分があったじゃないですか、そう。はいはいはい、はい。確かに。めっちゃいいなと思って。わあ、なるほど。楽しくなんか飲めたらなっていうか。よかったです。だから全然。はい、子供か。子供か。すいません。めっちゃこぼした。子供か。ごめんなさい、ごめんなさい。覚えたてか。コップ。すいません。グラス覚えたてか。めっちゃこぼした。はず。すごい、大丈夫ですか？大丈夫です。言語いいよ。やめて。なんか。あ、いい。なんか距離が。じゃあ、いい？うん。あ、いい、なんかいいね、今の。あ、じゃあよかった、めっちゃいい、なんか。なんか確かに敬語にするから、緊張しちゃうんです。緊張しちゃう。言ったばっかだろ。いや、そうですよね。そうっすね。自分で言ったばっかだろ。あ、よかった、じゃあ。へぇー。じゃあ、全然。うん。いや、3個目だろ。あ、2個目か。1個目でうまかったろ。つくねですか。いや、急に、タメ口すごいですね。ああ、いや、でもなんか距離冷たいし、やっぱり、なんかこういうのって時間、あんまりね、こう、取りすぎんのもなーっていうのがあって、仲良くなれるなら早めに仲良くなりたいなって、ああ、思ってます。あ、また敬語。あ、難しい。言ったばっかだろ。うん、難しい。同じミス繰り返すな。初日か。でも初日か。初日ですね。で普段何が好きなんですか、お酒とかって。普段はウーロンハイ、もうウーハイ無限。へー、ウーハイ無限で最初の一杯だけビール飲んでとか。ウーハイ無限だし、だってウーハイってだってもう、はい、いや今話してるとこだろ。あ、氷ですか。製氷機できちゃったみたいな。氷できちゃったみたいな。なんか来てますよ。あ、ごめんなさい、大丈夫。いや今やってんだろ、こっちが今喋ってんだろ、すいません。誰ですか。お兄ちゃんです。んごめんなさい。出なくていいですか。あ、大丈夫です。結構心配性なんで、割と気ぃ使う。え、彼氏さんとかではないですよね。いや、そんなわけねえだろ。あ、本当ですか。私、やりまんか。あ、いや、全然いいですよ。その大丈夫ですか。全然いいです。大丈夫ですか、
下ネタ。いや、物流。はい、ここ貨物列車通るんです、すごい。うーん、ちょっと物流がすごくて、あれ、いや、砂木もあんまだったんか。いや、砂木もそうでもなかったんかい。これ砂木も進んでないです。いや、うまいですよ、うまいですよ。あ、本当ですか。ちょっといただきます、すいません。よかった。いや、カチカチ。いや、カチカチか。でも砂木も大体そうですよね。カチカチ。あ、本当ですか。うん、あんまり私焼き鳥っていうか、なんか焼き豚とか行くんですよ。なんかあんまり砂肝も これぐらいのサイズってあんまりなくて。ん、大体そうですよ、砂肝もそのサイズじゃないですか。いや、場所によるだろ。あ、美味しい。うまいですね、めっちゃ。めっちゃ美味しい。来て、みんな砂肝食べてるとこっちみんな。なんで。なんか俺が取った獲物だみたいな、なんか昔の男か、狩猟時代の男か、俺が取った獲物を俺が食うみたいな、なんか昔の男か、え、結構村長の息子か。ごめんなさい、何でもその突っ込むんですか。そのなんか写真と全然違くて、なんかもうちょっと全然いいんですけど、なんか穏やかな感じかなと思ったら、え、なんて言いました今。何でも突っ込むんですか。下ネタか。あ、いやいや違います。早すぎるだろ。そうじゃなくて、ちょっとなんか全部逃さないというか、そんなこともないことをすごい突っ込んでますよね。え、どういうことですか。なんかそんな製氷機、氷ができた音とかにそんな毎回突っ込んでたら疲れません。いや、 CM か、ずっとこう。ああ、ポスターか、井川遥か。いや、バスケットボールか、なんかバンバンってなってたけど。それ見逃したことはないんですか、後ろに。野球選手か。え、私野球選手じゃないんで。の例えで今言ってます。あ、そうなんですか。はい、あ、そうなんですかっていうか、そのなんかの逃さないですか、そのいろんな球を。いや、だからさっきから私バレーボール選手か。いや、違う。ちっちゃめの、一人だけちっちゃめの、そこで生きる、そこに生きる活路を見出したバレーボール選手か。ちっちゃいけど全部のボール取るっていうあれか。そうっすね。なんかすいません。いやいやいや、全然、なんで謝るんですか。いや、なんか楽しくしようと思って。いやいや、楽しいですよ、めっちゃ。だったらいいです。いや、こぼれねえだろ。あ、いい。これぐらいのサイズの。あ、めっちゃうまい。汁物だったらわかるけど。うまっ。いや、そうでもねえだろ。なんか、人参なんですけど、もともとのこの野菜の甘みみたいなのもあって、すごいめっちゃうまいです。漬物としてはダメだろ。テレビか、お昼時か、こうの状態か、こうか、昼飯旅みたいな。あ、みたいな。え、結構家でもガンガン突っ込んでます。下ネタか。いや、もうあの突っ込みはそっちじゃなく、勘弁してください。家でも結構一人で喋ってるというか。いや、そんな人間いないでしょ。あ、そうなんですか。一人で喋るともうもうもう出てこないかい。あ、それもあるんですね。それもあります。じゃあもう無限ですね、そしたら。無限、ウーロンハイ、無限、ウーロンハイ。それ以外は特に喋んないですね。そのやっぱ来ないと、球が来ないと投げれないみたいな感じなんですか。その自発的に投げることはないです。うーん、めっちゃうまいですよ。いや、お前が作ったか。いやいや、僕じゃないですけど。遠慮せずに。じゃねえわ。どうぞどうぞ。食べな。ルイ、食べな。お父さんか。ああ、パパか。わあ、でもなんか久々に実家帰った時か。めっちゃ気持ちいいっすね。東京だったらあんまりこういうの食えないだろう。じゃねえわ。で、お前どうなんだ、就活は。じゃねえわ。俺は帰ってきてほしいけどな。じゃねえわ。これでも、ちょっと片付けとか。あんまり重ねるタイプの皿じゃねえだろ。丸と丸ならわかるけど安定しないだろ。店員さんが来た時に、あ、じゃあお下げしますね、あ、もう一個あったってなるだろ。すごい。逆に手間取らせんな。味噌つけます。いらねえだろ。いやいや、そ、え、ちょっと待って、味噌いらねえだろ。全然違う玉拾ってませんでした今。なんで、いや、いらねえっつったのに。優しいか。いらないですか。優しいんか。いります、ありがとうございます。はい、めっちゃうまいです。でも美味しいです。何もつけないんかよ。最悪、取られた。
あ、え、合ってました今の。最悪。いや、そういうことかなって思って。でも今のはまあ私の好みで食べるものなので、なんかそのつけることが当たり前っていうのはちょっと凝り固まった考えなんで、それはちょっと、あ、先入観強すぎか、昔の人か、昭和か、先入観強くてこうと決めたらこうか、いや、こぼれねえわ、何回これやんだよ、こんだけ硬いもん、こぼれねえわ、リスクヘッジ天才か、経営者向きか。家いるとき何してるんですか。家いるときですか。家いるときは本当にぼーっとしてますね。いや、ギャップ怖えわ心配するわそんなこと言われたら、家いるときぼーっとしてるのにこんだけ喋ってたら心配するわ、うん、え、なんかあったんかなって思うわ。これどうぞ、団子三兄弟。いや、団子三兄弟じゃねえわ、これ作れってさっきも言っただろ。ものすごいセールスか、あの時代の。つくね三兄弟ですか、じゃあ。まあ、言うなれば、強いて言うなれば。でも勝手に名前つけんな。ここのお店の人が一生懸命作ったつくねに勝手に三兄弟って名前つけんな。お店の人の情熱、情熱を無限にすんな。いや、だから狩猟民族の村長の息子か、俺が作った時に。いや、また見るかい、また見るかい。でも私からの目のパスがあってようやく見た。でもなんかあんまり、手品か、なんか隠してる時の手品か、手品の手か、こっちからじゃ見えないけど、こっちからではなんか仕込んでる感あるんか。なんかでもあんまりその女の人で踏切か、あんまりその今日の服踏切か、はい、今日の服踏切か、踏切ですか、踏切からか、今年は踏切からで行くって決めたんか。で、どこが踏切だ、ロンティーか、服か。なんかでも女の人であんまりその突っ込んでる人っていうのはこう、しまった、あ、これさ、ちょっと待ってください。そう、一回突っ込むっていうのはあの下ネタじゃなく、そのなんか漫才の方のなんか笑いの方の突っ込みって言ってるんで、そのなんか下ネタじゃなくしてください。説明会か、いや、まあ長くなりましたけど、説明会か。そう、一個一個びっくりしたわ、すごい、後ろの席だったら寝てたわ。いや、居酒屋で後ろの席ってなんだよ、二人で来てんのに、どういうこと。説明会に引っ張られすぎて、説明会の例えに引っ張られすぎてよく分かんなかった。え、なんかやられてたんですか、下ネタか。違います下ネタかさっきまでやられてたんですか、下ネタか。違う、失礼だろ、失礼か。下ネタ言わないですよ、そんなタイミングで。なんかやられてたんですか、そのなんか業界というか、業界っていうとタレントさんみたいな。やってねえだろ。やってないですか。やってねえだろ、これでいけるか。いや、失礼か。お兄ちゃんとかいるんですか。お兄ちゃんいます、さっきも電話お兄ちゃんだし。あ、そっか、気まずい、え、気まずい。食べていいですか、味噌ポテトじゃなくて、あの、なんだそれ、ポテトサラダ、なんだそれ、味噌に引っ張られてポテトサラダのこと味噌ポテトって言っちまってるじゃねえか、おかしいだろ。うわ、めっちゃうまそうっすよ。いや、 YouTuber か、YouTuber がコスメ紹介するときの、あんまいねえよ、ポテサラこうするの。ポテサラの紹介ってなんだよ。食べます。いや、好きになるわ好きになるわ、初対面でそんなことされたら。いい、好きになるわ、好きになるわ、好きになるわ、好き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 、くんかい。どうすか、うまいかい割とそのトマトとポテサラって一緒に食べたことなかったけど、あのトマトはトマトとして付け合わせだと思ってるから、でも一緒に食べたらすごいハーモニーが生まれるんかい。じゃあ2個目いいわ、2回目いいわ、好きになるわ、そんなことされたら。好きになら目まっすぐか、目まっすぐか、なんつか、なんつか、かす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 か、いや、先端恐怖症になるわ、先端恐怖症とポテトサラダ恐怖症を併発するわ。いらないですか、いる
初めて食べました、ポテサラ。嘘つけ、そんなやついるか。一番最初に好きになる料理に入ってくる人もいるわ、お母さんの作った料理で。まあでもそうか、いろんな家庭の人がいるから、あんまりそういうのはあの偏見、偏見か。さっき言ったことが、私が昭和の女か先入観強いか。やっぱ俺写真で見ましたけど、めっちゃタイプなんですよ今更だから飲み誘ったっていうのもありますけど、そんなわかるわ。めっちゃ好き。やりちんか。危ない、見つかんないとこだった。見つかいや、まっすぐか、目目まっすぐか。最終回か、ドラマの最終回か、恋愛系の。え、今までさ、彼氏いたことあるの？あるわ、失礼だろ。普通いるだろ、こんだけ23年も生きてたら。どういう彼氏だったの？はっ、びっくりする、子宮にそんな言われたら。忘れてるから、女って全員忘れてるから、元彼のことなんて。あんま言いたくない。あんま言いたくねえわ。あ、いや、何回やんだよこれ。いや、何回やんだよこれ。いや、こっちから見たらなんか、あの、電源ついてますみたいになってるわ。赤く光って電源ついてますみたいになってるわ。こうなったら、はい、あーってなんだよ。子供か、私。いらない。いる。うまいね。美味しくない？美味しい？美味しいよね。つくね食べてないでしょ。つくねも美味しいよ。いや、箸置きの意味。つくねも食べる？箸置きの意味。皿に置いたら箸置きの意味。はい。いや、いらねえわ。何回やんだよこれ。いや、こっちから見たら1個か。せっかく3個なのに、こっちから見たら1個か。不思議。物理。物理の世界。理科の世界。わかんないけど。すごい不思議。物事は見方によって全然。形を変えて見せてくるのが不思議か。長男から食べる？いや、団子三兄弟じゃねえわ、それ。団子三兄弟として、いや、結局それするんかい。いや、味噌つけるんかい。いい加減にしろ、本当に。いや、なんか、いや、それ、これ何回やんだよ。ああ。いや、だああじゃねえわ。俺、私子供か。俺って言っちゃっておかしいだろ。ううってなんだよ。おかしいだろ。おかしいだろ。いい、どういうこと、どういうこと。意味がわかんない。意味がわかんない。なんで急にいる。海賊か。で、ここ出たらさ、もう一軒行く？カラオケとか。行くか。行かない？いや、山賊か。いや、なんで一回ちょんちょんってすんだよ。おかしいだろ。何の意味があんだよ、それに。めっちゃ可愛い。なんかどんどん可愛く見えてる。突っ込まなくてもいい。ん？何？今すっごい大事なこと言ってた気がする。言ってねえわ。初日か。初日の、なんか、この仕事の大事さか？おかしいな。鈍ってる。鈍ってる？次の店行ったら突っ込まなくていいか？それ今どっち？突っ込まなくてもいいのか？突っ込み以外のコミュニケーションしていいか？どっち？そのクエスチョンかビックリマークかわかんないよ。クエスチョン？これで行かせて。一旦。私って、突っ込むことでしか、ポジション取ってこれなかったか？今までの人生。いや、自分語りか？急に。辛いか？辛かったんか？それがいっぱいあんされてほだされたんか？私。落ち着け。これが本当の恋か？そうなの？知るか？お前がそうしろ。俺は好きって言ったよ。その言葉まだ早いだろ。ゆっくりゆっくり、徐々に徐々に。じゃあ可愛いって。それやめろ。
なんでそれやめろ、心開くか、私の心がグイ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 開かれるか、私嫌か、恋するの怖いか、恐れずに突き進むか、どっちか、今分岐点か、私ツッコミ以外で女友達ももちろん彼氏とか男の人って私がツッコむことでしか、いや下ネタじゃない方か、今ツッコむことでしかコミュニケーション取ってこなかったから、ツッコミを失った私に価値があるのかどうか分かんないんか、三女食べる、いや男だわ、いやおった、突っ込まなくていいんか、どっちか、いやまんべんな、まんべんなタレをまんべんなくつけてくるこれ優しくすか、ボケか、あいやおかしいだろ、あんでいいいいってうーってなんだか、五十音は知ってるわ、アゲを知ってるわ、おー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 じゃねえわ、おーじゃねえわ、いやね、いるわ、ごめん、キスの前か、え、キスの前か、キスの前、キスの前か、キスはしないよ、なんでだよ、おかしいだろ、しろや、ええ、いや、ツッコミ、ツッコミ、いや、ツッコミだろ、普通に。どっち？ツッコミ。下ネタ？本気！ん？ん？いや、ピュアな目すんな。大手！名前大手！早く大手させ！大手、いやそれマージャン、突っ込ませんな、おかしいか、カラオケ行く、引く、ん、引く、引く、引く、あ、引く、いや弓矢か、引く、え、生まれ関西とか？栃木。ん？栃木。栃木。栃木。栃木でもすごい子いるんだ。早く言えや！次の店では突っ込まなくていいよって。無理して突っ込まなくていいよって。そのままの自分で可愛いよって。言えや！俺はお前、俺はルイちゃんのことを突っ込みなくても好きって思えるって言えや、その言葉がないと突っ込み続けるぞ、突っ込まなくていいよ、無理しなくていいよ、自然のままでいてくれたらそれでいいよ、それが楽しいから、まあ、ルイちゃんと本音で喋ってる感じがしないから。でもたまに見えるルイちゃんがすごい可愛くて魅力的だから。嫌いにならないか？ん？嫌いにならないか？うん。普段ずっといたら楽しいだろうし。ディズニーの待ち時間とかもさ、へでもないじゃん。小出しにしてはいいってことか？うん、もちろん。いい塩梅を二人で探るってことか？ルイちゃんの、その性格？自体を否定してるわけじゃないから、全然無理せず出してもらっていいよ。でもまだわかんないからね、これから楽しくやっていけたらなって思うし、あとツッコミしなくてもいいよ、そのツッコむのはこっちだから。今の下ネタか、そう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 、よかった、今頑張って言ったんだけど、今の大手になった、ん、大手になった。ほんと？参りました。すぐ入ってるよ。そういうとこ可愛いよね。全部嘘。ふざけんなよお前、お口だろ。そうそうそう。それ自体が嘘。
そんなわけないじゃん。かかかか、もう突っ込まずに食べていいよ。ごめん、今私の中の突っ込み全部抜いといた。ほ、うんと、かもう大丈夫。いや、これじゃないし。